軒下で小さな子猫を見つけた住人。その子猫はちょっと変わった見た目をしていました。やがて新たな引き取り手と出会うことになった子猫。そこで待っていたハンディキャップを持った子猫に待ち受けた暮らしとは一体どんなものだったのでしょうか。どうぞご覧ください。とある民家の軒下から一匹の子猫が発見されました。住民は子猫を保護すると今までに見たことのない姿に驚いたそうです。その姿がこちら。なんと子猫には耳が4つも存在し、右目は塞がった状態だったのです。この日住民は子猫を一旦自宅で預かりましたが、翌日には地元の動物シェルターにお願いすることにしました。そこで子猫の養育主になったのはシェルターのスタッフであるゲオルギさんという女性で、子猫にフランキーと名付けたのです。フランキーは最初不安そうにしていたそうですが、すぐに安心できる部屋だと分かり、表情も穏やかになりました。実はゲオルギさんの自宅には数匹の猫が住んでいる上に、彼女は今までに約80匹の猫の養育主を経験していたのです。そのため他の猫とはちょっと違ったフランキーですら、彼女にとっては何も不安なくお世話ができたことでしょう。フランキーはとっても可愛くて、見た目なんて気にならないくらいすぐに大好きになったわ。さらに彼女の息子アーサー君もフランキーのことを気に入っており、もう手放せなくなっていました。最初はフランキーの養育主として引き取ったゲオルギさんでしたが、正式に家族として迎えることにしたそうです。しかし遺伝子変異によって生まれてきたフランキーは歯の噛み合わせが悪く、近いうちに手術をする予定だといいます。どうしてフランキーは一人ぼっちになってしまったのか分かりませんが、こうして素敵な家族と出会えて本当に良かったですね。里親募集に出すとしても、障害や見た目などが原因で引き取り手が現れない場合もあるでしょう。私は猫たちを引き取るようになってから、命の大切さなどを猫たちから学ぶことができたの。今回フランキーと出会えたことはとっても幸運なことだわ。フランキーは新しい家族ができたことで、さらに人間のことが大好きになりました。ゲオルギさん家族だけでなく、初めて会うお客さんにもすぐに甘えるような行動をとるそうです。特殊な見た目で生まれてきたフランキーには、いつまでも幸せな暮らしを送ってほしいですね。ペットを飼う際には、障害や見た目などを気にしてしまう人が多くいると思いますが、それでも一つの個性、そして大切な命です。きっと心からその子に向き合えば、その動物も応えてくれるはず。フランキーのようなハンディキャップを持った動物でも幸せになってほしいと思う出来事でしたね。動物と人間の共生。以前はペットとして人に飼われていたという野良犬も少なくはありません。今日ご紹介するお話は、野良犬に愛情を注ぐ女性のお話です。最後までご視聴いただけたら幸いです。お腹を空かせた野良犬たちのお世話をすることが生きがいなの。マルガリータさんがたびたび話していた言葉。マルガリータさんは毎日
近所をうろうろしている野良犬に餌を与えていました。食べ物もなくお腹を空かせた野良犬たちを見ているといたたまれなくなり、無心に食べる野良犬たちを見ると安心できるんです、とマルガリータさんは言います。マルガリータさんは野良犬たちを保護することはできませんが、自分にできることはしてあげたいと空腹な野良犬たちに餌を与えていました。そうしているうちにマルガリータさんはいつしか野良犬たちの人気者になり、地元でも野良犬に愛されている女性として有名になりました。マルガリータさんは野良犬を助けたいという気持ちを常に持っていました。野良犬たちもマルガリータさんを見つけると近づき、尻尾を振って可愛らしい表情でマルガリータさんを見つめています。野良犬たちは心優しいマルガリータさんを信頼していたのでしょうね。そんな関係がずっと続くと思っていた昨年3月、マルガリータさんは突然この世を去ってしまいました。葬儀にはマルガリータさんの親戚、友人をはじめとする多くの方々が参列し、マルガリータさんの死を悼みました。悲しみにふけていたマルガリータさんの娘さんがふと葬儀場の外を見ると衝撃の光景を目にしたのです。なんと葬儀場の入り口にたくさんの野良犬が集まってきたのです。マルガリータさんの娘さんは野良犬たちが母の死を弔うために集まったことを感じ、涙があふれました。葬儀場のスタッフは異様な光景に戸惑っていましたが、野良犬たちと母親の関係を説明すると、野良犬たちが入ることも心よく引き受けてくれました。野良犬たちは棺に入ったマルガリータさんに近づき、匂いを嗅ぎ棺の周りを何度も何度も徘徊し、マルガリータさんから離れることなく近くに座りました。野良犬たちは大好きだったマルガリータさんの死を深く悲しみ慈しんだことでしょう。その後、棺が霊柩車に乗せられ火葬場へ向かう時も、野良犬たちは見送るためかついてきたそう。マルガリータさんの娘さんは野良犬たちの様子をこう話します。火葬の準備が整い、母の姿が見られなくなると、野良犬たちは何かを察したように火葬場を去っていったのです。そして驚いたのはそれだけではありませんでした。メキシコ南部の都市で葬儀を行ったのですが、マルガリータさんと犬たちが日々過ごしてきたのはユカタン半島のメリダという市だったのです。なんとその距離1300km 以上。野良犬たちがどのようにして葬儀社の場所を知ったのかは不明ですが、1300km 以上離れた市から歩いてやってきたようなのです。動物は第六感が働くと言いますが、その空気を感じ取り、大好きだったマルガリータさんに最後にお別れを言いたかったのではないでしょうか。野良犬たちがわざわざ葬儀場まで来るのは、マルガリータさんの深い愛情でお世話していたからですよね。そしてこのことは多くのメディアにも取り上げられ、世界中で涙を誘いました。たくさんの人々や野良犬たちに見守られながらこの世を去ったマルガリータさん、彼女はきっと今も天国で
犬たちを温かく見守ってくれているはずです。生きとし生けるものに愛を持って接するマルガリータさんを尊敬します。改めて動物と人間が仲良く共生できる世の中になるよう、自分に何が必要か考え行動していきたいです。ご視聴いただきありがとうございました。